ヒッチ、なぜ止めるんだ。あいつは税金をちょろまかしていたんだぞ。ああ、憲兵団が腐ってることぐらい分かってたでしょ。上官に逆らっても意味ないって。みんな美味しい思いをするために憲兵団に入るんじゃない。くそ、やはりこんな腐敗した組織は正さねばならん。上に立つことで。また始まった。あんた本当に面白いよ。マルロといれば退屈しないかもね。こんな現状に満足しているやつの気が知れん。ヒッチも何を考えているんだかな。あいつが俺の言うことに耳を傾けてくれないんだ。協力しようがない。と、このままではさっきの上官を見失ってしまう。不正の件、言い逃れはさせないからな。であったよ。兄とは同じ南方訓練兵団だったんでしょ。あいつを見なかった。ストレスクでの事件以降行方不明なの。そっか、せっかく私が仕事をサボって探してあげてるのに。あいつと同室だから荷物を片付けてくれないと。邪魔なの。ヒッチ、お前は。あまり良くないな。税金のちょろまかしを注意した件で呼び出されたところだ。マルロ、だから言ったでしょ。この腐った組織で真っ向から行こうとするといつか潰されちゃうって。うまく立ち回りなよ。目の前の不正を正させにいることは俺にはできない。ヒッチ、お前ももう少しまともになれ。もうこれだから堅物はねえ。あんたもそう思う？上に立ちたいならもっと要領よくやればいいのに。と、さすがにそろそろ任務に戻らないと。つまんない話に付き合わせてごめんね。ねえ、あんたマルロを見なかった？あいつ珍しいことに任務に1時間も遅刻してるのよ。そっか、平凡な任務だし一人の方が気楽でいいけど、まさか今度こそ上官に消されたわけじゃないよね。イッチ、遅れてすまない。実は土地を不当に奪おうとした憲兵がいて、何か悪事の証拠をつかめないかと尾行してたんだ。はあ、任務をほったらかすことは問題じゃないわけ？おいイッチ、何を偉そうに。マルロ、弁明ぐらいは聞いてあげる。その後でちゃんと私の話も聞きなさいよ。ああ、よし。俺はな、憲兵団をこの腐った組織を改善したい。そのためには姿勢を一つ一つ潰して腐った部分を削いでいく必要がある。だから目の前の姿勢を見逃すわけにはいかないんだ。新兵のあんたが上官の不正を注意しても通るわけないでしょう。志を実現したいならさっさと上に立つべきじゃない。ならしょぼい悪事なんて見逃して上官に取り入ったら。そうかもしれない。お前が助言してくれたおかげで考えるきっかけになった。いろいろと世話になってしまったな。やはりお前は
他の連中とは違うな。憲兵団に来て一緒に組織を正してほしいぐらいだ。ま、とにかくこれでマルロも少しは要領よくやるでしょ。あんたには礼を言っておくね。